六道輪廻から抜け出すことはできない。我が命で刃を染め、邪悪を地の底へ誘う。私の矢から逃れられる者などいないわよ。真剣は風を切り、時代をも切り裂く。また日が沈んだ。また闇夜の風が吹き荒れるか。任務をタップすると目的地に移動できますよ。咲き誇るこの美しき花たちが癒してくれる。3000年の月日は瞬きのように過ぎ去ってしまった。私の可愛い子ちゃん、ちゃんとお食べ。食べたらおねんねしましょう。ここをタップするとオートバトルに入ります。咲き誇るこの美しき花たちが癒してくれる。3000年の月日は瞬きのように。タップして任務を続けましょう。妖精だったんだ。見てみましょうよ。タップして任務を続けましょう。咲き誇るこの美しき花たちが癒してくれる。3000年の月日は瞬きのように過ぎ去ってしまったわ。俺も将軍だった。膝に矢を打たれるまではな。まあよい。私のかっこよさに免じて兄貴と呼ぶことを許してやるよ。霊の源は七境五域の霊気が集まる場所です。人々の力を高めることもできます。空港神兵が襲来してきた。タップして任務を続けましょう。
霊の源は七境五域の霊気が集まる場所です。人々の力を高めることもで、ここをタップするとオートバトルに入ります。霊の源は七境五域の霊気が集まる場所です。ステージでたっくさん装備をゲットしようよ。ここをタップしていらない装備を処分、装備自動分解機能を起動します。任務をタップすると目的地に移動できますよ。あんたが十分強くなったら2匹以上のセッターを連れていくといいわ。ローテーションで出陣できるしね。ゲットしたペットを確認してみましょう。十分強くなったら2匹以上のペットを連れ、カラクリ老人って空飛ぶ機構は作れるのかしら。親はいつだって子供の幸せを願ってるものだ。おのれ、陛下を陥れようとするのはどこのどいつだ。絶対に許さん。
おのれ、陛下を陥れようとするのはどこのどいつだ。絶対に許さん。城が繁盛し、民が平和に暮らしてくれれば、世は満足だ。